皆さん、お久しぶりです。はじめましての人ははじめまして、パワー61と申します。今回はいつもと違った試みとして、買ったものの紹介をしてみたいと思います。バスコレ、横浜駅西口バスターミナルセット。これ発表からずっと待ってたんですよね。2023年に始まったバスコレ地域密着シリーズ、新宿駅西口バスターミナルセットに続いての製品化になります。ただ、新宿西口のは5台セットでしたが、今回のは価格を抑えるためか3台セットになってしまいました。まあそもそも横浜西口に乗り入れるバス会社は3社だけなので妥当な判断でしょうか。ちなみに定価は7590円のところ、ヨドバシカメラにて6260円で購入しました。買おうと思っていたお店では売り切れだったので少し割高でしたが、数百円の差なのでまあ。そしたら早速見ていきましょう。ところでパッケージの背景の建物はどれも西口というより港未来のものですが、もしかしてわざとやってるのかな。箱を開けてみるとこんな感じ。いつもの製品アンケートの紙以外に付属品は特にないみたいです。まずはカナチューのスペースランナーじゃなくてエアロスター S、 西高 96MC としか書いてなかったので最初勘違いしてしまいましたが、 RA ではなく AA になります。中山営業所に所属する2008年式のな178号車が選ばれました。行き先は横52系統の中山駅行き。白色 LED に交換された現在の姿で再現されています。バスコレの金型としては結構前からあるものですが、中扉状の照明や車外スピーカーなど細かい印刷が決まってて進歩を感じますね。今回手にした個体は上部の赤帯がややかすれ気味ですが、特に塗装不良といった部分はなくて一安心です。で反対側はこんな感じ。なんだか暗めの色をしていますが、これは見え方の問題で太陽光の下ではしっかり本物の色に見えますのでご安心を。お次は相鉄の MP38。 横浜営業所に投入された2023年式の最新型1354号車が選ばれました。行き先は浜1系統の西菅田団地域です。こちらも白色 LED ですが、メーカーが別のためフォントなどが異なっています。そして反対側はこんな感じになります。相鉄バスのエアロスターといえば銀サッシなのが特徴的です。これと明るい塗装との組み合わせってよく似合いますよね。ちなみに実際の1354号車は去年の12月からエディオン横浜西口の広告ラッピングが施されています。こちらの製品化発表は9月でしたので意図せずに被る形になってしまいました。通常塗装に戻るには少し時間がかかるかもしれないですね。お次は本セットの目玉とも言うべき横浜市営の CNG エルガです。シティハイブリッドとか234ハイブリッドとかが無難なのに、わざわざガスエルガを選ぶあたり担当者のこだわりが感じられますね。今回選ばれたのは2011年に浅間町営業所に投入された1-1758号車で、2022年に CNG 車が全社引退となるまで活躍していました。ってことはつまり先ほどの相鉄の MP38 とは同時に存在してないことになりますね。ここは相鉄側をもう少し古い車両にするなどして3台を揃えて欲しかったですが、そこまで気になるわけでもないのでとりあえず良しとしておきます。行き先は202系統循環外回り、狙ってなのか横浜市営スペシャルの HL と全く同じになります。ですが今回からか行き先表示がドット打ちで再現されるようになったみたいです。こういう細かい部分も少しずつ進化していってるんですね。またちょっと分かりづらいですが、実は CNG タンクのカバーが新規金型になっています。以前のものと比べてみると分かりますが、丸みを帯びたより実車に近い形状になりました。そして反対側はこんな感じになります。ところで肝心の出来栄えについてですが、これめちゃくちゃ完成度高いです。塗装の乱れはほとんどなく造形も的確で、正直この1台だけでも大満足です。じっくり眺めてたら実車がまだ現役だった頃を思い出して懐かしくなりました。横浜市営なので爆走は期待できないですが、何回か走行音収録した記憶があります。この調子で川崎市バスの CNG も期待したいですね。川崎市バススペシャルが製品化されるのが楽しみです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。最近はバスコレもどんどん高くなってきて手が出しづらい感じはありますが、個人的には値段に見合う完成度でとても満足しました。特に今回のは車両のチョイスが素晴らしく、今後もこの方向性で製品化を続けてもらえればと思いました。皆さんにもこの3台に魅力を感じるのであればぜひおすすめしたいところです。それではご視聴ありがとうございました。
今後も需要があればこうしたナレーション形式の動画も投稿しようと思いますので、よろしくお願いします。